いっぱいのものの方がすごく甘いんです。こっちはまだシュガースポットが出てないんですけど、どれだけ甘さが違うのか今からこの糖度計を使って比べてみたいと思います。では比べてみますね。こっちの取れちゃった方と、あとは、はい、これで比べてみたいと思います。ではまずこっちのシュガースポットが少ない方のバナナからいきます。21.8。 こっちのシュガースポットの方いきます。 24.5。はい、このようにシュガースポットがありまくりバナナはどんなに甘いか分かっていただけたかと思います。それでは早速作っていきます。必要な材料はバナナ、卵2つ、牛乳、そしてホットケーキミックスです。このように広げてバナナを入れていきます。さっきのちょっと使っちゃったバナナ、すぐにトロトロのペースト状になりました。では続いて卵を入れていきたいと思います。卵はですね、メレンゲを作るので卵黄と卵白に分けます。牛乳を 100cc 入れます。いい匂い、ザ・ホットケーキっていう匂いがしてきました。うわー、これ美味しいぞ。このね、揉む心地もこう
気持ちいいんですよ。なんかいい感じのストレス解消になります。この時にこう口のところはしっかりと押さえないと出てしまうので皆さん注意してください。もみもみ、これだとあんまり調理器具がいらないのでお子さんにも手伝ってもらいながら作ることもできるかと思います。よし、一つ目の材料完了です。では続いてこちらメレンゲを立てていきたいと思います。ではいきます。ちょっと泡の立ちが良くなるのでお砂糖を大さじ1だけ加えます。これで OK です。ではメレンゲと混ぜ合わせていきます。これで OK です。少々白身と混ざってないとこもあるんですけど、やりすぎないことが大事で、やりすぎるとふわふわじゃなくなってしまうのでこれぐらいでとどめておきます。それでは続いて またバナナさんの登場です。これをどう使うかというと、今回はおしゃれに使っていきたいと思います。ここの形があるんですけど、このカクカクカクってなっているここのカクとこっち側も同じ角のところに合わせて包丁をスーッと入れると非常に切りやすいです。このように2つのバナナができました。焼く準備に入ります。こちらにまずはバターを塗っていきます。こびりつくのを防ぐためです。続いて先ほどのバナナを乗せていきます。このように断面の部分を下に押し付けて敷き詰めます。で、詰めていきます。はい、ではこの状態で焼いていきたいと思います。私はちょっと大人の味にしたいので、ここに紅茶を加えたいと思います。
茶とバナナの香りがします。美味しそう。紅茶が、これ焦げじゃなくて紅茶です。美味しい。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。メレンゲを立てることによってふわふわのバナナパンケーキに仕上がりました。このパンケーキなんですけど、しっかりと生地にバナナを練り込ましてあるので、冷蔵庫で冷やしてもしっとりと美味しくいただきます。今すぐ食べるとふわふわ感を楽しめて、冷蔵庫の中に入れてこう何日か寝かせるとしっとり感を楽しめます。両方とも美味しいので、ぜひ皆さんも試してみてください。ちょっと最後に足したんですけど、この紅茶を足すと結構大人な味になります。バナナと紅茶って合いますね。あとはチョコだったりナッツ系を足しても美味しいかと思うので、いろいろアレンジして皆さんも作ってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この他にもさっきの袋かけるバナナで作る簡単で美味しく作れるバナナスムージーだったり、他のバナナを使った簡単レシピを配信しています。今回の動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。